ご協力をよろしくお願いします。世界三大スープ東京ドール、バビバビバビ、君と出会った瞬間新スタジアム建設のためにあと少し資金足りませんので皆さんご協力よろしくお願いします。西野選手に参加していただいてただいま募金活動を行っております。
背番号11、エグー足を使っていっています。お疲れです。さあ前回の敗戦を引きずらないことが、はい、今日の試合求められてたと思いますけど。そうですね。まあでも、まあ、前回負けましたけどチームとしてはもうやっぱり雰囲気はいい状態だし常に勝てると思ってみんながやってるんで、まあ今日それで結果が出たので本当に良かったです、はい。特に今日の試合はやはり米倉選手のサイドが一つポイントだと思いましたけど。はいね、やっぱり相手はね。日本代表が揃ってるんで、まあ、そこは絶対にやられないようにしようということを、まあ、シューと話してたんで、まあ、そんなにここで崩されたっていう場面はなかったと思うんで、まあ、うまく抑えられたかなと思います。残り4試合です。求めているタイトルが見えてきました。そうですね。もう本当に一戦一戦やっていくしかないですけど、まあ、どの大会も、まあ、優勝を狙える位置にいるんで、まあ、本当に一個一個、まあ、勝利目指して頑張っていきたいと思います。はい。今もやっぱり充実してるんじゃないですか。そうですね。やっぱり試合に出るってことも本当に
個人として嬉しいし楽しいし、まあ、一番幸せな時間なんで大事にしたいと思います、はい、次も頑張ってください。お疲れ様です。疲れた。どうでしたか今日の90分。いやそうですね、すごい、まあ、楽しかったですね。疲れたんですけど良かったです。もうやはり早い段階で監督からは行くよと。そうですね、まあ、あの試合終わっ前節終わった時に頼むぞというふうに言われたんで、まあ、準備はできてました。じゃあもちろんあとは結果を立って出してやろうという。そうですね、まあホームやし勝てるかなと思ってたんで、まあ勝ててよかったですね。やはり相手チーム、まあ、強い選手もいるし速い選手もいるというところで、まあ、フィジカルの部分で負けるとやられるというところがあったと思いますけど。そうですね、まあ、しっかりね一人がいて一人がカバーしてっていうにはちゃんと、まあ、最終ライン全員ですけど、まあ、そういう部分もしっかりしようっていう話はしてたんで、まあ、そこのほころびっていうのはまあほとんどなかったと思うんで、そこの連携がうまくいったんで、まあ、ああいうツートップだったりクロスボールに対してもしっかり対応できたんじゃないかなと思いますけど。やっていてこれはいけるなという手応えというかそういったものを感じながら90分プレーできてました。そうですね、始まってちょっと経っていけそうやなっていう感じはありましたね。じゃあもう後ろから見ていて点を取ってくれた時っていうのは。いやめちゃくちゃ嬉しかったですね。まあ何回も外してたしね前半で、そこあいつ決まるんやろっていう感じですごいねじれったい感じでしたけど、まあ信じてね待ってよかったなと思います。まあ、結果としてはまあ1失点、まあ、この辺りというのはまたこれからのね残り4試合でチームとしてきっと修正してもらえると思いますし、はい、そうですね、まあ、集中力の問題だと思うし全員がしっかり90分通して抜くとこなくやれば絶対ゼロに抑えれるし、まあ、勝ち点3も絶対拾えると思うので全員が、ね、その集中力を持ってやればいいかなと思います。大阪ダービー、そして今日のこの大切な残り5試合を切るところでの大一番と。そうですね、まあ、でもまだね何もタイトルも取ってないですし、まあ、結局最後に負けたら意味ないし、まあ、僕自身も最後出てやられて負けたら意味ないし、だから まだまだこれからじゃないかなと思います。我々期待してますね。はい、頑張ってください。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日の90分ですけど、やっぱり前節負けていたので、はい、何としても勝ち点3がという試合でしたけど。そうですね、上田の勝ち点3を見ても、あの絶対に僕らは勝ち点3が必要でしたし、もう引き分けもいらない状況だったので、まあ、とにかく勝ち切ることができて嬉しいです、はい、あのチームとしてもかなりしんどい連戦が続いていた中でも最後までやっぱりよく走れていたなという印象がありますけど。そうですね、僕ら7連戦ですからね、相手は3連戦かもしれないけど僕ら7連戦だったので、最後終盤どうなるかなと思ったけど、みんな力振り絞って最後まで走れたので勝ち切ることができたと思います。あと今野選手のこのプレーをフォーカスすると、かなりこう前からこう奪って繋いでというプレーが随所に見られましたけれども、やはりもうこの試合終盤に来て体がやっぱりこう切れているって感じですか。体切れてるって感じじゃないけど、でもこの時期にこの優勝争いできているのはものすごく選手としては嬉しいことだし、まあ、すごい緊張感もあるけどいいプレッシャーの中でプレーできているので、まあ、それがプレーに繋がっているのかなと思いますけど、ね、残りリーグは4試合ですけれども、やはり一戦一戦というところですか。そうですね、次も仙台とホームでできるんで、ホームは絶対に勝たなしがないと思うし、まずは次の仙台に向けていいコンディションを作って戦いたいなと思います。我々は優勝を信じて応援していきます。頑張ります。お疲れ様でした。ありがとうございます。